アシエンダヌエはカントリークラブの入り口ロス、ピナベテスシーピングモールメルカドサンホセピヌーラは、グアテマラ共和国グアテマラ県にある基礎自治体である。首都グアテマラシティの南東22キロメートルに位置する。自治体は1886年10月1日に設置され、その名はティエラデルパノルを意味する。周囲を山々に囲まれ、近年まで住人たちは、トウモロコシやギスキル、 所用手売り、パタステといった野菜の栽培で生計を立ててきた。首都に近い立地にもかかわらず、最近では農業をやめ、この地域に多く進出してきている。韓国メーカーの工場に労働者として勤める者が増えている。街には16世紀のイエズス会修道院の建物を改築したゴルフ場があり、そのコースは世界的に見ても高水準である。選挙は4年に一度行われ、 市長が自治体で最大の権力者である。伝統的な食事はエル・アロス・デポジョとラカルネグイ・イサダであるが、最もグアテマラの他の地域と同様、タマルやトウモロコシのチュチートも美味しい。宗教はカトリック教会が主であり、プロテスタントの信者もいる。町の守護聖人は聖ヨセフでカトリック教会の聖人歴によって3月19日が祝祭日とされている。 ビジット・グアテマーラ、インスティトゥートート・グアト・マルテコ・デ・ズーリスも、2008年7月11日、閲覧。外務省、我が国の政府開発援助の実施状況に関する、年次報告、外務省、草の根無償資金協力地域、国名別平成13年度。ありがとうございます。